はいどうもこんにちは、ロコンドの田中です。本日はですね、ちょっとまあ緊急で撮ってるんで、僕一人で撮影してますけども、サムネタイトルにもあります通り、リザードの福袋、こちらをですね、ロコンド限定で、この動画放映タイミングで販売開始することになりました。で、中身としましては、リザードのシューズ2足で、で、2万円から2万5千円相当のものが、1万円で買える、すっごいお得な、福袋になっています。なので、多分 50% から 60% 引きになるのかな。リザード多分ご存知の方は、お分かりの通り、リザードって、まあ、つい最近までは、12% 引きキャンペーンみたいなことはやってましたけど、基本的にはセールもしない、ブランドなので、まあ、それが、まあ、お買い得に買えるチャンスになってますんで、もしよかったら見てみてください。で、もし、ただまあ、数量は限られてるんで、リザードの福袋、売り切れてしまった場合はですね、ロコンド、他のブランドも今100ブランドぐらい、福袋まだ販売開始してますんで、こちらも、もしよろしければ、見ていただければと思います。で、リザードに関しましては、そうですね、明日28日までにご注文いただきましたら、ヤマトさんの方で特に、問題がなければ、1月、まあ、1日は難しいかもしれませんが、2日3日には、届くと思います。なので、まあ、新年一発目の、運試しとしても、非常にまあ面白い商品になっていると思いますので、もしよかったら見てみてください。で、あとですね、24日、ヒカルくんが、ウームの、記事に関して、まあ、動画を上げられてまして、で、そこでもまた僕もちょっとびっくりしたんですけど、ロコンドって、もう僕も前々から言ってる通り、取扱高が1000億円、企業価値、まあ、上場企業としての企業価値1000億円を満たすということを言ってましたけど、ヒカルくんも実は、まあ、未上場企業としてだと思いますけども、その企業価値で1000億円を目指すということを言っていて、すごいなと思いました。で、あとは昨日の青汁王子の対談動画、ご覧になった方は、いらっしゃいますかね。結構面白かったんですけど、青汁王子も、まあ、今の D2C っていう企業ではなくて、他の事業で、売上かな、確か売上1000億円を目指すということを言っていたんで、なんかそういった意味では、僕もその関わらせてもらう、人たち、まあ、しかも僕よりも10歳ぐらいですかね、若い、2人の若者というか、若い方々が、まあ、そういった、同じ目標に向かっているということも、聞いて、まあ、僕としても改めてそういった意味では、まあ、当然本職、この企業の社長ですし、もう10歳以上、10歳ぐらい、年上の人間でもあるんで、まあ、僕も負けずに、頑張っていきたいと思います。で、ただなんか、まあ、競争というよりは、お互いこの、協業しながら、そういった意味では、ヒカルくんのリザードとは、シューズの、まあ、その、パートナーとして、引き続き、パートナーシップという中で、一緒に、このリザードを盛り上げていきたいと思ってますし、まあ、青汁王子とはそうですね、まあ、何らか、もし何かの、事業で一緒にできれば、まあ、それはもしかしたら面白いのかなというふうに思ってます。で、あと、そうですね、もうもしかしたらこの動画が2021年最後の動画になるかもしれませんので、改めて2021年大変皆様お世話になりました。で、ヒカルくんとはですね、2021年振り返ると、職業カリスマ、MX テレビさんで撮影したこちらが、2021年1月から始まって、で、そこからバニッシュを販売開始したり、ペブルとか、双方っていうものを30時間生放送の中でも、少しお話しましたが、販売会したり、最近だとマフマフさんと、ブーツの一緒に販売会したり、非常にまた2020年も、そのヒカルくん宮迫さんとあの動画も濃かったんですけど、2021年も非常にまあ濃い、1年だったかなと思います。で、あとはそのヒカル君以外ともですね、2021年は、そういったような僕らも、まあ、いろんなチャレンジをした1年間で、その宮迫さんのジルバもそうですし、ガクさん、中井ガクさんのニブリックもそうですし、他もいろんな、YouTube 企画を僕らもいろいろやらせてもらって、またチャレンジングな1年だったかと思います。で、ただですね、それこそ、取扱高が1000億円、企業価値1000億円というところを目標を考えると、まだまだ、足りない部分でもあるんで、2022年、改めて僕らも、もっともっと、頑張りたいと思いますんで、引き続き、応援のほどよろしくお願いします。あとですね、昨日の青汁王子の動画のおかげで、まあ、青汁法ですかね、チャンネル登録者数もおかげさまで、少しまた皆さん、増
増えていただいてありがとうございます。また10万登録、また3回目の10万登録、目指してこちらも、頑張っていきたいと思いますので、もしよろしければ、チャンネル登録もですね、していただけると、大変、嬉しいです。ということで、2022年も、ロコンドも頑張ります。2021年、皆様大変、お世話になりました。引き続きよろしくお願いします。はい、本日もありがとうございました。